こんにちは、カワポンです。こんにちは、早稲田大学の2023年度の法学部と社会科学部の個別学部一般入試の試験者と倍率のご紹介をします。まずは法学部から見てみましょう。試験者は3年連続で4700人台となり、かなり安定しています。倍率も2023年度は少し上がりましたが、ほぼ同じ水準で推移しています。次に社会科学部を見てみましょう。こちらも志願者、倍率ともにかなり安定して推移していますね。なお、社会科学部は2025年度の入試から共通テストが必須になります。従来の方式は2024年度が最後になりますので、ご注意ください。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。